はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、ステラリウス、ガンダムモト続きをプレイしていきましょう。ここまでですね、まあ、順調にと言っていいと思うんですけども、地球連邦政府の支配領域を拡大してきていて、現在ですね、ガンダムの開発状況なんですが、ご覧のようにですね、ボール、ガンタンク、ガンキャノンと進んできているので、いよいよね、ガンダムの開発、こちらの方も近々できるんじゃないかなというふうに思っています。あとですね、そろそろこの銀河系というかね、宇宙の中で、勢力もそれなりに伸長してきているので、そのうち、まあ、第二勢力というかね、自分たち以外の文明と出会う日も近いのかなということで、今3つある軍ですね、艦隊。1、2、3とあるうちの第一遠征艦隊、これをですね、シリウス星系に派遣しました。で、このシリウス星系には海賊艦隊が潜んでいるという情報があるので、まずこのシリウス星系、しばらく放置していたこのシリウス星系に第一艦隊を派遣。で、画面上でいうところの下側ですね。ここも未知の領域が多いので、ここに第3遠征艦隊を派遣しています。で、今、第2遠征艦隊、これ、サイフにいるんですけど、これを一旦母港に戻して、第2遠征艦隊をね、増強していきたいなというふうに思うので、そこからプレイの方をしていきましょう。今、サイフにいる、この第2遠征艦隊を一旦起動させましょう。起動させるには、どうしようかな。このまま一旦戻しますか。今だとこの地球圏のソイステーション、ソルステーションかな。ここなので、ここに戻しましょうというところですね。では、時間を進めていきましょう。で、前回、大型艦、まあ、現在作れる艦艇の中では大型艦という位置づけのアサルトキャリア、これを作っていきたいので、これがですね、確か1700ぐらいの鉱物資源が必要だったかなと思うんですね。で、鉱物資源は今980に入ってくるので、今1030に増えましたけど、47ずつ増えていくという、今1030あるので、これをまず1700まで貯めていきましょう。で、ホライゾンシグナル。これは、自動操縦で送り出された何者かの通信を、得ていたというところですかね。まあ、とにかく今はね、この影響力、何をするにもある程度影響力が必要なところが、今全然影響力がないので、これをまた貯めていくというところですね。あと、コロニー船があるので、コロニー船で入植をしていきましょう。で、場所は財布あたりがいいかな。ちょっと財布の状況を確認します。サイフはそうか、今、原住民ナフ・オリンバが住んでいるところがあるので、まあ、ここにどうこうするっていうのはちょっと微妙だよな。で、調査船の方は、ちょっとまとめてやれることやっとく？
で伝統の方は今だと波動を選んでいるので、波動を一つ入れていきますか。戦士の魂を選ぶと地上軍へのダメージが 25%。 征服権、領有権主張の影響力コスト、さっきお話したここ今8ある影響力ですね、これのコストが下がりますと。でもう一つ、熟練造船工、これは造船速度が 25% アップするっていうのはありがたいし、アップグレードコストが減少するっていうのも嬉しいよな。これ入れておきましょう。で続いて研究ですね。艦隊支援のドクトリン、木星系外への遠征が頻繁に行われるようになると、艦隊が寄港した際に惑星が提供する給与が重要になるということで、宇宙軍の供与量がプラス30、これを得たので次進みましょうか。で次どれにするかというと、建造物生態研究所の1型、これか。もしくはリーダーの寿命がプラス10年。リーダー結構死ぬとね、痛いんですよね。続いて青函艦隊の伝統ということで、宇宙基地の建造物の中から艦隊養成所、これがアンロック、さらに宇宙軍兵団部門、これがアンロックされるというところですね。で最後惑星統一というところは追加布告、社会運動がアンロックされるということですね。ここはどうする？宇宙艦隊今後増強していく必要があると思うので、これは一旦青函艦隊の伝統を選んでおきましょう。シリウス星系は一応星や下でいいのかな。でシリウスに入植できるようにしておきたいな。続いてシリウス星系に人を入れましょうか。ではまた時間を進めていきましょう。どうしても今はねアサルトキャリアを作りたいので、鉱物資源は貯めておきたいなというところなんですよね。そうすると建造船が、建設船かな、今 2隻お休み中になっちゃってるのが少しもったいないんですが、このまま我慢しましょう。でリーダーが死んでいるので、ここにリーダーを入れましょう。でシリウス星系を、ちょっと待ってね、シリウス星系は調査船、シリウス星系を一旦ね、海賊がいるから撤退していたところに調査船を再び派遣しましょう。で研究の方なんですが、アンロックが終わったので続いてどうする。ハイパードライブか。ハイパードライブね、これ結構時間かかっちゃうんで、ハイパードライブ入れておくっていうのはありだな。ハイパードライブ入れましょう。で順調に前線も増やしてきているので、そしたら次はスターレータル、ここに宇宙基地を建造して前線を押し上げましょう。アサルトキャリアが作れるようになるまでもうちょっとかな。そしたら採掘ステーションを立てていきます。前線を押し上げたらそこで取れる資源を獲得するための施設を作るっていうのが、ルーチンとしてやることになりますね。
ちょっと待ってくださいね。これは確認しましょうか。永遠の地平線ですね。永遠の地平線というのは、ここです。またホライゾンシグナルが活動再開。で、内容はというと、まあ、よくわからない。愛の歌というところなんだな。どうしようかな。まあ、とりあえず、オチアナ・フェジェンを派遣しよう。オチアナ・フェジェンって何者なの、そもそも。オチアナ・フェジェンっていう人がいたっけっていうところから確認する。オチアナ・フェジェン。とりあえず、オチアナ・フェジェンなる人物はいないということがよくわかりましたね。で、さっきの、永遠の地平線のところですね。とりあえずこのオチアナ・フェジェンっていうのはストーリー上出てくる人物のようなので、新しく雇用したり、あるいは今までに雇用したりした人物ではなさそう。ちなみに近くの小学校がですね、おそらくもう今週か、それくらいのタイミングできっと、運動会をやるんじゃないかなっていうね、そんな雰囲気が出てますね。もう僕が小学生の頃とかはね、夏休みが終わったあたりに、いわゆる、運動会をよくやってたんですけど、最近は全然違うみたいですね。ゴールデンウィーク明けとかにやることが多そうな、そんな感じ。ちょっと一回時間を止めて、やることを整理しておきましょうか。今あるのは、影響力が25しかないので、前線を広げることはちょっと難しいという状況なので、一旦置いておいて、まず調査線ですね。調査線やれることをやっちゃおうよと。調査線に、結構人がいないこと。あ、勝小林がいる。勝小林は専門知識は生物学か。33歳。いや、勝小林を任命してあげよう。勝小林。勝小林を、整形プロジェクト調査入れて、整形調査をさせて、あと、ダーバンも、このあたりはまとめて入れちゃいましょう。整形調査。お願いしますというとこですね。で、あとは、どうする？この辺りの整形調査が終わってないんであれば、整形調査を入れちゃう？この辺りはね、まあ、第二勢力、海賊とかは別にして、第二勢力に脅かされる心配はないので、さっさとやっちゃいましょう。
で、建設船。ここは、今ここに留め置いているけど、ここに置いておいて、次、影響力が溜まったら、トラッピスト、イルバ、カーラニズ、このあたりを増強しましょうか。で、コロニー船ですね。ちょっとしばらく作ったまま放置しちゃってたコロニー船。ここ、入植していきましょう、そろそろ。コロニー船をどこに入植させるかというところなんですが、入植可能なのがどこだろう。入植可能なのがどっかにあれば入植させていきたい。あ、ここ入植できますね。アルファセンタ、センタウリー2。ここにじゃあ入植させる？入植を始めちゃいましょう。しばらくね、何もしないでずっと放置しちゃってましたんで。じゃあこれで時間をまた進めていきましょうか。このね、あの成形のスペシャルプロジェクト系は何も考えずに進めていけばいいと思いますので、どんどんやっていきましょう。アサルトキャリアがそろそろ作れるようになるかどうかだな。で、第一艦隊は傷ついていたので、ちょっと一旦戻しましょう。Fleet manager, we can create templates for our military fleets. As our fleets grow in size, these templates make it easier to quickly order replacements for any losses they may have sustained. このアサルトキャリアを第二遠征艦隊に追加しちゃいましょう。これでこの艦隊もだいぶ強くなるはずなので。This is our system's starbase. These massive space stations are the last line of defense in a system, and they are also used to produce military ships. このアサルトキャリアカートレックス級、これが1796の鉱物資源量が必要になってきますね。それと影響力の溜まりが遅いんですが、建設船で領土の拡大も並行して行っていきましょう。建設船が3、調査船が3という3-3の体制なんですけど、ほとんどの民間船、建設船、調査船が遊んじゃってる状態なんでね、これはもったいないかな。艦船サイズが8ということで、これ1個で結構ガガッと取られちゃうわけだな。じゃあ一旦建設船調査船の指示を最適化していきましょう。まずは研究ステーション。コストが足りないか。じゃあ時間を進めるしかないね。でコロニー船はちゃんと入植してるの？ちょっと確認します。惑星に入植をしましょうと。そうか、まだ影響力が足りてない。影響力が足りてないというのがちょっと多いな、最近。で、第一遠征艦隊ですね。おっと、敵艦隊がやってきた。そしたら第一艦隊は一旦またシリウス星系に戻しましょう。
で、第二艦隊ですね。この第二艦隊を敵艦隊がやってきたというファクトに派遣していきましょう。違うね。これは第三衛星艦隊だな。第三衛星艦隊を急いでファクトに送りましょう。で、第四艦隊が、巡洋艦か。ちょっと待ってね。そうすると、数で言うと、第四遠征艦隊、今ランテマリオにいる第四遠征艦隊、これだな。ランテマリオにいる第四遠征艦隊に、まずは、提督を宿入れましょう。アムロがいる。アムロだろう、ここは。慎重派のアムロ。ちょっと待ってね。お金が足りない。いやー、リーダーの上限達しているか。リーダーの上限アップも、ちょっと入れていかないと辛いな。まあ、ランテマリオにいる艦隊はランテマリオにそのまま居座らせようじゃ。いや、ランテマリオにいる艦隊は逆にイジャックスに移動させた方がいいな。なぜなら、イジャックスに今までいた艦隊はファクトに行って、ファクトの艦隊、まあ、海賊船ですね。海賊船と戦闘になりますからね。これはこれできっちり戦わせましょうというところかな。第三艦隊。いや、分かってるよ。攻撃を受けてるんでしょ、ファクトが。ファクトに急いで艦隊を派遣したいけど、このハイパースペース通るのがね、それなりに時間がやっぱりかかっちゃうんですよね。まあ、ファクトにいる敵海賊艦隊は440っていうのが一つの戦闘力測る上での。これは、まあ問題はないかなと思うので、第三艦隊は当てれば。まあ、ここは一旦放置して、次の領域拡大の三段をつけていきましょう。調査完了ですね。で、アノマリは、まあ、多少時間やリスクを負ってても先に進めていきましょう。建設完了したで。ファクトのデブリか。アフターバーナーと重力センサー。これは、じゃあ、せっかく、調査船が、三隻体制になってるので、できるだけ対応はしたいな。ちょっと待ってね。ヒクサム星系にまた海賊船か。ヒクサム星系がどこにあるかっていうのはちょっと確認しましょう。ヒクサムはここか。今ヒクサムに艦隊を派遣する余裕が正直ないけど、どうだ、もう少しでカートレックス級が
完成して第2遠征艦隊に組み込まれるので、これをヒクサム政権に派遣しましょう。それが一番いいかな。じゃあヒクサム級、違う、ヒクサム星系に第2衛星艦隊を派遣していきましょう。これ今我が軍の中で一番攻撃力のある軍になりましたからね。で、ヒクサムはちょっと危なくなったので、どうする？イジャクスにいるのベユをちょっと開拓しましょうか。敵艦隊ラゾンで敵艦隊か。これはさっき言っていた第二遠征艦隊をラゾンに派遣しましょう。徐々に忙しくはなってきましたね。巡洋艦が、入っているものの、艦艇数としてはちょっと数が、乏しいといえば乏しいので、これガンタンクを2隻随伴させて、ボールも随伴させよう。これでそれなりの攻撃力になったね。建造しないことには話にならないんですが、エネルギーが赤字か。エネルギーもちょっとどっかで対応していかないといけないね。そうなると、そこはベユで7のエネルギーを手に入れることができるので、しっかりとここでプラスに転じさせましょう。再び あとはランテマリオ、トリストマスク、このあたりも急いでね、進出をかけていきたいところにはなるんですが、建設船が余っちゃってるのももったいないしな。というわけで、だいぶ話がまたにも戻るんですけど、体育祭というか運動会というかね、結構ね、朝7時半とかから、なんか練習している声が聞こえてきますね。いや、小学生の頃とかね、運動会とか体育の時間とかすごく楽しみで仕方がなかったんですけど、どっかで破壊された。これはラゾンだな。ラゾンでしっかりと敵艦隊を捕捉、撃退しないといけないかな。で、ピクサム政権までそのまま進軍した方が良さそうですね。で、ベユはベユで採掘ステーションを建てていきましょう。敵艦隊が入ってきた時にいち早くそれを見つけて撃退していかなきゃいけないからな。小学生の頃とかはね、やっぱりスポーツができるとモテましたからね。もうね、その頃から女の子のことしか考えてなかったっていうところはね、今も変わらない、成長しないところなんですけど。いつの頃からか勉強ができる人がね、モテ始めるんですよね、中学生ぐらいになってくると。ちょっと待ってね。まずはラゾンでは敵艦隊、これは最新鋭艦のアサルトキャリアを配置した艦隊が当たってるのでいいでしょう。で、ファクトだな。ファクトにいる第3遠征艦隊、これが敵艦隊に持ちこたえられるか。
メリーマローダ海賊艦隊、まあなんとかなるかな。これをきっちり叩きましょう。撃退するっていう意味ですね。A プレードは結構優秀ですね。これ見ると鉱物資源8も手に入るし、トラピストには敵艦隊がいるなぁ。やっぱり60万年以上前、シリウス3では大規模な地上戦が行われていたということだね。まあ、シリウスは今後最優先で研究をしていく場所になりそうですね。でちょっと怖いのがファクトだよな。第二衛星艦隊は一旦戻しましょうと。第三遠征艦隊も一旦戻さないと危ないよね。シリウスにいる艦隊は一旦ラゾンやピクサムに派遣してピクサムを破壊しちゃおう。常時艦隊をやっぱりね、境界線に張り付かせておかないと危ないからな。今第2第3の両艦隊を一旦ソウルに戻すんで、その間ちょっと手薄になるので怖いですね。何事もなければいいなぁというところだと思うんですが、ちょっと鉱物資源の数が足りてこないので艦隊の増強が心配だな。今海賊船に侵入されてもまともに戦える艦隊がどうだろう、第一遠征艦隊のみになっているので、第4遠征艦隊がね、力づいてきてくれるといいんだけど。ファクト近辺もちょっと危ないからな。第一遠征艦隊が今ピクサムの海賊船拠点となっているであろう場所に向かっているので、まあ、まず一つはここですね。
でね、中学生ぐらいになる、またちょっと話がね、戻ってきちゃいますけど、完全にモテるのは、頭がいい人がモテるっていう傾向が強まってきますよね。で、高校生ぐらいになってくると頭が良くて、かつイケメンっていう条件が加えられてくるっていうね。なかなか不条理な世の中ですけど。あとはね、お金っていう要素がどっから、どのあたりから入ってくるのかっていうのはちょっといまいちよくわからないんだよな。完全にお金だけになびく女子っていうのがどれくらいいるのか。まあお金持ってないんで、お金を持ってたからどうだという話にはなっちゃうんですが、さて、もうすぐ影響力が溜まるので、影響力が溜まったら、ラゾン星系、ピクサム、どうしようかな、ダーバン。一番いいのは、ポースキムが一番いい気はするんだけどね。第二衛星艦隊が修理完了した。よし、第二衛星艦隊は、ファクトに派遣しよう。ホースキム結構美味しい。いや、ホースキムか。シリウス星系か。あんまり変なところ行って敵対勢力とまたぶつかるのは嫌なんで、ホースキムにしましょう、一旦。まあ、とりあえず東側ですかね。こっちが、西側をしっかりやっておきましょうか。完全に地球連邦の支配下に組み入れていきましょう。鉱物資源の数はもっともっと効率よく増やしていって、艦隊を増強しないと敵艦隊の攻撃力も上がってきているなっていう印象があるんで、今、まあ、間違いなく第二遠征艦隊、これ最新鋭の艦隊ですけど、ここは安心できるかなと思うんですけど、それ以外がちょっと危ないなっていう印象があるんで、艦隊をね、増強していきたいところです。第一遠征艦隊はピクサムで敵艦隊と遭遇だな。海賊ステーションを襲撃。植民地を開拓したね。コロニー船で入植していたところですね。で、ピクサムは第一遠征艦隊が完全に、制圧したというところだな。じゃあピクサムに、領域を広げていきましょう。ピクサムはしばらく艦隊は駐留させます。さて、そしたらどうする？次は光学機関はアンロックするか、対空砲かな。対空砲入れとこう。
で、社会学の方はどうする？ポップの成長速度プラス10、これ結構嬉しいんだよね。防衛軍の耐久度プラス25、こっちが優先かな。ピクサム星系の海賊船襲撃、こっちからかけたところはさっさと自軍に組み入れたいんですけどね。建設船を派遣しても今だと影響力が足りなすぎてどうにもならないからな。ガンダムの建設計画も少し滞っちゃってるんで、こればっかりはね、研究スロットにガンダムが出てこないと話にならないので我慢するしかないんですが、次どこに広げていくかっていうのをちょっと頭に入れておきましょうか。ホースキャムの方はどうなってるかというと、建設船が完全に2隻今遊んじゃってる状態だな。ベイユ、レシムがちょっと怖いよね。そうすると、第4遠征艦隊を少し前に進めていきましょうというところですね。で、パート3です。ミスプレイスイクイプメントのパート3。これどうしようかな。まあ先に進めちゃうでいいかな。で、ホースキムを開拓しつつ、続いてというところなんですけど、その前に、イベントですね。どうしようかなぁ。まあ、プルザレバー、やっちゃう方がいいよな。いや、でもちょっと待ってね。テクイッターパートの選ぶと鉱物資源500が一気に入ってくるの？ 500 欲しいわ。目先に囚われたけど。そしたら、ここで、サラミス級の駆逐艦。さらに、ガンタムクッポール。これを造船して、今、第3遠征艦隊がちょうどドック入りしてるんで、ここに増強しましょう。本当はね、影響力をバリバリ手に入れていきたいんですよね。影響力。第3遠征艦隊がおそらく1000超え、1K 超えはするぐらい増強されると思うんですね、画面の右側。建設完了したで。なので、この第3遠征艦隊を、そしたら、どうする？第3、ちょっと待ってくださいね。今、第1遠征艦隊はピクサムですよね。ピクサム。ここは襲撃をこちらから仕掛けましたと。で、第2遠征艦隊、これが今ファクトに向かっています。で、第4遠征艦隊が今ベイムにいるんですけど、これ一回地球に戻そう。
で、続いて第4遠征艦隊を増強している間に、今増強が終わった第3遠征艦隊、これをベイブに派遣して、前線の防衛に当たらせましょう。なかなかガンダムの開発計画に着手できなくてもどかしいんですけど。そうすると次どこを侵食するかなんですが、シリウス星系ちょっと怖いからな。そうなるとやっぱピクサムかな。じゃあピクサムの方に船を移動しておく。ファクトにいるこの建設船ちょっと動かしようないからな。一旦ピクサムを配下に組み入れていきましょう。A プレード星系はやっぱり資源、さっきも言いましたけど、目立つよな。お、ハイパードライブがアップグレードされるのは嬉しいな。研究の選択プラス1、これだろう、どう見ても。さて、ちょっとね、時間が、だいぶいい時間に夢中になって進めてきちゃいましたけども。官僚主義の過失ということで、どっちに進むかだな。新しく入植した場所ですね。コロニー船を派遣して。影響力プラス80獲得できるんであれば、住民を追い出してその地域を破壊だな。一応確認しよう。あまり発展はしてないけど、まあしょうがないよな。今はそれよりも、さっき獲得した影響力を使っていこうが優先だ。まずホースキムからエンスマーズに進んで宇宙基地を建設。さらに
ビユからレシムに宇宙基地を建設。これでだいぶ不足していた影響度が手に入ったのを使えましたね。で、調査船はというとデブリをラゾンだったな、確か。デブリがあるはずなんで、ラゾンで調査をやってしまいましょう。途中途中入ってくるオートセーブをどっかで切りたいですね。皆さんも煩わしいかなと思いますんで。そうか、ピクサムにまだ建設船が全然到達してないんで、建設船が到達したらピクサムも増強したいところですね。あとは第4遠征艦隊が今イピシエリアまで来てるんで、地球圏に戻ってきたら、造船所で増強、この辺りまではできればやってしまいたい。また時間を置いていると忘れてしまうんでね。では第4遠征艦隊が戻ってきたので、造船所でどうしようかな。まずはサラミス級一隻だけが、ちょっと今鉱物資源が全くないですね。鉱物資源が入ってくるのをちょっと待ちましょう。宇宙魚雷か。星系軍港。宇宙基地。あとは駆逐艦の建造速度プラス25。いや、どれも欲しいけど、まずは魚雷かな。魚雷を作りましょう。独自の採掘事業か。どうする？機械の停止を試みると、アレクルドリルという新しいスペシャルプロジェクト。か、潰して資源にすると、とりあえず500の鉱物資源が手に入る。500の鉱物資源だ。今目の前で欲しいのは、500の鉱物資源。これがね、後々、おーいってなる可能性もあるんですが、まあ目の前の鉱物資源にすがろう。はい。ではちょっとね、時間がもう1時間というところになってしまうので、ナジャー川で出会いがあったという話なんですが、ナジャー川がどこだろう。ナジャー川を確認したい。ナジャー川星系。ナジャー川星系の場所がちょっと確認できませんが、ナジャー川で、エイリアン、アレフエイリアン
何者なんだ、気になるけど。あ、ここだな、ナジャが。中立的艦隊か。ピスエリア。まあ、ここは地球圏。まあ、我々の母星と近いので、まあ、いざとなれば、どうにでもなるかな。今だと、第4遠征艦隊が地球圏に留まっていて、増強を受けているので、まあ、最悪ね、敵対的行動を取ってきた場合も、ここで撃退可能かな、というところになると思います。ではちょっと時間がね長くなってしまいましたので、今回はここまでにさせていただいて、ガンダム開発計画ちょっと今回進められませんでしたが、次回進めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。